コメント欄荒れるんじゃないの。今日の動画どうでしょうか、コメント欄についてでしょうか。全くこいつコミュニケーション力ねえじゃんとか、めちゃくちゃ僕も気にしない。嘘つくよ。いやお前です、僕そこでメンタルやれるのは。あー、ケンタロウとはどうなんだ。あれから飲みに誘ったんですけど、どこ行ってるらしいです。これどこ行ってん。いや、たまに行ってるらしいです。人生悪ぞ、あいつまして。僕がやってる仕事を、いや、あいつ多分やってないわと思われて、その口だけじゃないですけど、俺が信長になるならなれんじゃない。はい、並ぶならなってみせよう、信長さん。はい、キクレーす。キクレー、何やってんの。何やってんの。あ、日本語覚えたのか。日本語わかる。日本語ちょっとで、はい、日本語教えるよちゃんと。何これ2軒目。2軒目か。2軒目です。2軒目。3軒目。3軒目。現状合わせると4軒目ですね。マジ、そんな働いてたの。そういうとこだぞ結果。はい、結果YouTube で俺4件回ったぜ、すげえだろって言ってんだろ。まあそうっす。だからコメント欄荒れるんじゃないの。今日の動画どうでしょうか、コメント欄についてでしょうか。はい、めちゃくちゃ荒れとったよな俺。あれだいぶ決勝でな俺。あやめろ、めちゃくちゃって。じゃあ俺最近動画今までコメント欄見てなかったけど、全く。確かにあの動画だけ見たらなんかガキっぽく見えるな。そうっすね。はちょっと全くこいつコミュニケーション力ねえじゃんとか、めちゃくちゃ上がってる。上がってるよ、それ消されてるから。俺消したから。結構消したんだけど、自動で上がっちゃうやつだから、まあ一回これぐらいやったらとかで上げてるやつ。2個ぐらい見ました、それ。は ?2 個ぐらい見ました、僕も。たった2個だよ。200個ぐらいって思えた。俺だいぶ消したと思うよ、多分。100個ぐらいは消したもん。じゃあ、ほんまに。これもう、じゃあ、ケンタロウの悪口も、お前だけじゃなくて。はい。ケンタロウの悪口も。カメラ回っちゃうと喋るっていうのあるっすね。コミュニケーションじゃなくて、カメラ回ると。いや、嘘つくの、カメラ回ってましたね。いやいや、全然違う。あ、ショウ喋る、堀川翔さん喋る。喋るよな。はい、て喋るでしょ。そう喋る。お前もこう喋らんだろう。多分日本人だから一番喋る。YouTube は喋らん。YouTube 見たことあるだろうこいつの。ない。ない。あ、お前見て、もうベトナム人。お前ら自分が出たやつだけだろ見るの。そうですね。俺の前だからのかな。まあ、それもある、まあ、それもあるよな、はい、あんな場で。まあ俺も一回は中途半端に中立とはいえ、はい、YouTube 回して、なんか俺もなんかあのカバンいじっとったやん。あ、そう、なんでこいつカバンいじっとんだとか。ちょっとどうでもいいやそんな別にと思うけど。リアルだよね。あ、リアルだもんね。あれがな、その俺はもうガチガチの撮影でやってないもんね。ライコス吸うなとか。ちょちょ、かっこいいやん。まあまあコメント欄なんでいいんだけど、それも含めての意見だから。まあそいつらもただの意見だから、一意見だから。はい、俺はチクリともこんだけど、まあ、ぶっちゃけあの子ずっとしめんどくせえなっていうの消さなかんで、いちいち入れてくるんだと思うんだけど。僕も気にしない。嘘つくよ。いや、お前です。僕本当に。めちゃくちゃ気にしちゃう、カメラを向いていって。え、僕全然コメントは気に、まあ、見とるっすけど。絶対気にしない。あ、こういうのあるんだってぐらいです。参考にするぐらいです。イラついてないの。あ、全然。そこでメンタルやれるのは竹と岡部じゃない。あー、竹一番いかれそうだな。僕は全然あれっすね、気にして、まあ気にしては、気にしてないは嘘っすか。嘘っすけど、イラつきとかも思わないです。ああ、ケンタロウとはどうなんだあれから。飲みに誘ったんですけど、うん、来なかったです。どこ行ったんだろう。どこ行ったらしいっすね。これあんまどこ行ってん。いや、たまに行っとるらしいっす。5件も入りゃよってにあるらしいんですけど、それも一切入ってなくて。ああ、怪我したら終わりやん。終わりっすね。人生終わるぞ、あいつまして。ケンタロウ、お前、これ見とんかったら、お前、ほんと、なんとかしろよ。たまったもんじゃねえな、あいつ。つまり、なんか、俺らまで被爆して。どうなんだろう。ああなるよね、でも、社長がおるし、まあ、社長の前で。で、変に気使うところもあるんじゃないの、お前。それが、まあ、寺にな、あって、お前らにないもんって。あ、そうっすね。さあさあ、昨日もさ、飲んで、まあこれ動画になるんですけど、あ、そうそう、リライブシャツね。はい、リライブシャツ、本当買ってくれた人と、まあ本当のリアルの動画撮っていいんだけど、はい、どうだったじゃん。それの、カメラ回っとったあれ。いや、ウィッチーは、
やっぱすごいみたいな。でもやっぱ翔くんもうちょっと頑張んなきゃみたいな。だから家庭のために頑張んなきゃとかで、ちょっと応援されちゃうぐらいの雰囲気だったけど、俺からしたらまあ屈辱じゃないけど、頑張ってないように映るんかなって思ったので、ね、まだまだだなっていうことだよね、だね。そうですね。まあ、あの人もまあ立派な経営者なもんで、はい、その気持ちもわかるけど、カメラもあると喋れんすね。あ？カメラもあると本当に。カメラねえとこも喋れんじゃん。いやいやいや、あのやっぱ健太郎さん。俺とかとは喋れんじゃん。俺にもこうしていきたいっていうことも言えるようになっていかなあかんし、はい、それはもちろん。はい、でこうしていいですかとか、ああしていいですかとか言えんじゃん。連絡遅いじゃん。で多分言いづらいもんで、後でになるだろう。まあ、ちっちゃなことだ。そうっすね。社長これ。みんなで旅行行きたいんですけどいいですかっていうのもそうじゃん。多分なんかタイミング見計らうわけでしょ。で今日じゃねえな気分的にみたいな。だからめちゃめちゃ自分が気分がいい時に社長に電話しなきゃだろ多分、はい、ちょっとなんかババーンってなんか社員とかタケとかになんか行ったらうまくハマって、タケとかもなんか明日から頑張りますみたいな感じで自分がテンション上がってくるじゃん上司として。そういう時に社長についでに、いや実はこうこうこうでみんなも頑張ってるから旅行行かしちゃっていいですかとか言いたいんだろ、はい、で後になるんだろ。なんか分かるよ分かるよ分かる。そのみんな経営者なんかみんなあ分かるだと思うよ。だけど言ってかなあかんじゃん、はい、嫌なことって。そうじゃん、嫌なことでもないんだけど、なんか後回しだよな。ちょっとあの言葉で選ばなあかんようなことって。それだけじゃんよ。YouTube だからとかっていうのは、あ、それだって昨日の人に言われてたでしょ。自分をかっこいい風に見せられたいんじゃないのとかって言われるんだよな。いやいやいや、いや結局そういうことだよな。そうですね。でふざけたりして、いや僕全然ふざけてますよって言うけど、それすらもなんか自分をかっこよく見せたいんじゃない。そういうふざけれる俺好きみたいな感じじゃないの。いや、多分周りから思われても多分それは仕方ないです多分。そうそうそう。ただそのなんか、まあ、成長過程なのか、まあ、俺が退化したのかわからんけど、それなんか健太が今からでも喋ってたけど、健太がやっぱまだそこがかっこいいんじゃないのみたいな。ダサいのがかっこいいっていうかさ、なんか別に頭下げるっていうかその基準じゃん。だから人のためだったら頭下げれるって多分お前もあると思うんだよね。はい。まだ自分のために頭下げれと例えば。だからそのなんかクリアすると、まあ、変わってくると思うんだけどな。それはまずお金やっぱ持たなくちゃ。お前も独立しちゃうじゃん。で手が変わったらそうかもしれんな。まあ、まずある程度まあ名刺も食えるようになって、はい、自分で人からお金直接仕事して対価もらうようになって、まあ、そんなこと言い出したらでも社員誰もいないじゃん、俺。じゃあ本当コメントの会だったけど、この人は誰かが辞めるって言ったらいつもいいよって言うんだね。大丈夫って逆に。あれ見た？エンゼルトさん。あ、見ました。見た、はい、いや、俺、いや、勝利なんか、なんか、MZ さんもなんか、なんとか動画上げとるみたいな。ケンタロウ君のアンサー動画みたいな。あれ、見てほしいな。あれ、めちゃくちゃいいこと言ってたけど、そうですね、僕、2回ぐらい本当見直して、ショート動画も撮って、あの編集さんに流したけど、いや、親、一人親方になるもんじゃないでしょ、みたいな。そうっす、間違いないですよ。別に、まあ、俺は、ちょっと考え方も違うんだよな。別にやりたかったらやりゃいいんじゃないのって。でも、そこすら、経験浸透、はい、じゃあ、まあ、なかなか会社に乗って、じゃあ材料を持ってあれっていう考えに、まあ、俺もならんかったから分かりやね。はい。あれってちょっと頭いいじゃん。不動産とかもやっとるし。はい。戦略家じゃん。そうですね。うん、その、な、諸葛孔明みたいな感じだ。盤上流みたいな。わかんないです、諸葛孔明。諸葛孔明とかあるのか。武士っすよね。だからお前、バカなんだってさ、いや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 、僕はあ、日本の武将しか知らないですよ。何日本の武将？織田信長と。織田信長どんな人たちじゃん。名前だけ知っとった方が別に。いや、破天荒のやつです。破天荒？はい。織田信長？結構やばかったらしいですよ。会ったことないでしょ、お前。別に会ったことない。ある感じだっすね。聞いた話です。何をやったのじゃん。いや、結構、部下にはやれやれみたいな感じだったらしいですよ。多分全然俺の方が知っとるって。俺はまあ、戦国の本とか読んでるからな。天徳秀吉は。は、優しかったですね。もともとの名前が猿なんですよ。おお、なるほど。あの人。ゲームで。ゲームなんかそういうのあるじゃん。泣くなら、泣くまで待とう、ホトトギスって言ったのは、家康じゃん。はい、泣くまで待つ、みたいな。はい、織田信長は、泣かぬなら泣かしてみせよう、ホトトギスって。だってもう意地でも泣かせる、みたいな。やばいやつ。やばいってか、まあまあ。すごい。まあ、そのキャラじゃないの。お前なんかどっちかってそういうタイプじゃん。自分の顔があるけど、それがなんか、できてないから、ついていききれんじゃないの。わかんないけど、はい、ケンタロウでもそうじゃん。その前がブチゲーはないでしょうが、
お前にその信頼を置いとったら、そうですね。で俺もあるじゃん、そのパワーバランスみたいなのがあるじゃん。俺もうまくいってる時ってみんな俺の言うことなんか何でも聞くじゃん。はい。でもうまくいってない時ってやっぱ反対しだすんだって、みんな、いや社長やめた方がいいっすよとか言い出すじゃん。 YouTube でも何でもそうだよ。それはそれってさ、日々変わるじゃん。今日だからずっとお前がもうこことか固まってないと思うんだよね、それって。でも今調子がいい、仕事も取ってきとる、賞ね、仕事取ってきた段取りも今日いい感じで、そういう時にお前がいやいやそんなのどうでもいいやつやめろとか手を置いてもうやめてこいって言ったって、ああまあ賞が言うなってなら、そうなってからなんだね。自分が努力したらそうなっていくし、はい、今なってないからダメとかいいじゃないじゃん。はい、俺もそうだもん。これ行ったり来たりだもんで、まあ、そういうもんじゃないの。別にお前がいいところじゃなくて、織田信長になるならなれいいんじゃないの。はい、ならぬならなってみせよう、信長さん。どうなりたいのお前は。じゃあ、あんのそんな。ちょっと俺たまに俺もちょっとよ。これ寂しいな、俺。最近カメラマンもいねえし、自分で車運転するだけで最近嫌だもんな、これ言ってた。まあでも、正直やり方は変えてないですね、やっぱ。うん、でもやっぱ、本当に、なんていうか、信頼じゃないですけど、うん、見せれるとこ見せてこんかったんかなと思うし、やっぱ僕がやってる仕事を、やってたもやってないわと思われて、その口だけじゃないですけど、思われて、そういうのもあったと思うんで。俺はこの、まあ、YouTube はどうあれ、まあ全部見てないから、全部見たら間違う考えもあると思うんだけど、まあ俺も前でいいと思うけどな、今でも。別に、できんでしょ、そんな。それできたらすげえの、逆に。俺47年でやっとちょっとできるようになったから。ただこの、なんか、お前のこと忙しいよ、アピールするから。いや、そん、いやだから俺一番やってますアピールするから、それ別にお前、社長、社長、社長、あ、何件、今日何件分行ってきたんだって言われたから今日4件分ですよって言い方よ、ね、言うげっすみたいな、その2件目、3件目、3件目現状合わせると4件目ですね。マジそんな働いたの。その別に、ああまたすいませんって、自分ばっかり動いてすいませんって、いや自分が動くなって言ったんじゃないの。ああ、はい、やるべきことがまだあるでしょって。実際に仕事増やすってさ、計画は立ったんだ。まあ今のお客さんも大事にしなかんし、そっから顔売ってくるかっすね。うん、かーですねってことはまだお前もこういう風ですって言えんじゃん。かーってかがついただろう、はい、だからそこはまだお前自信がないわけじゃん、はい、どうしたい、まあもうとりあえず今はこういう風にしてますいいじゃん、それはね、かーですよねってまだちょっと迷っとる部分もあるんですけど、どうしたら増えるんだろうなと思って。決まりの足場屋さんがおるもんで。決まりの足場屋さんだよね、やっぱその今何件か行っとるところの。そうですね。あ、いやいや、あの新規のお客さん取るってなると、あー、だから紹介紹介、まあ、今お前いいこと言ったじゃん、今おるお客さんを大事にする。あ、それはそうなんです。それである程度物量があるわけでしょ。はい、でそこにもだって他に振っとるところもあるわけでしょ。あります。だってそこで商品、結局商品上げていくしかないじゃん。はい、リーダーがそこがすごいなと思うわ。あいつほんとバカじゃん、経営者としてはマジバカじゃん。これ動画使っていいんですけどいや本人にも言ってるよ俺は。でもスーパープレイヤーからちょっと経営はまだレベル、もし10とか、俺が10としたらね、さあもっとすごい100とかおると思うんだけど、俺が10としてもね、2とか3ぐらいだと思う。だってお前変わんない、俺からしたら。別に変わんないちょっと言い過ぎだな、あいつらがしっかりしようなやっぱ、はい、でもじゃああいつがいいままで伸びたって何って、誰にもちゃんとはっきりは言える、きちっとものは言える、現場きちんってやってない、やってますね。あんまり細かくないです、細かいです。だからお客さんに信頼されてるんじゃないの。そうですね。うん、まあそれが近道なんじゃないの、やっぱお前が今やれることは。じゃあ、はい、だけどお前じゃあ走り回っとってそれいいの。頑張ろうか。はい、まあ、なんか俺もね、ちょっと YouTube 撮れてなくて申し訳ないですけど、視聴者の皆さん。ちょっと先週一回、2日連チャン休んだな。下水。休んだとか、公開するって忘れると、俺がやっとんだわ、今。ちょうど夜飲んじゃうじゃん。あ、夕方やろうとか、家帰ってやろうって言って、なんか海が入ってたと思って。危ない。はい、視聴者の皆さん。ぜひ、ちょっとまた、大型企画も、ぼちぼち考えますんで、はい、見ようと思って、よろしくお願いします。そうですね、せーの、あ、リライブシャツ、リライブシャツお願いします。お願いします。前回ちょっとね、リライブの話もぜひやっとるんで、よろしくお願いします。お願いします。